新興市は中華人民共和国チャンスー省に位置する地球市。古くから商業都市として発達した国家歴史文化名城である。チャンスー省西南部、長江下流南岸に位置し、長江と大雲河とが交差する地点にある。西は南京、北は洋州、東は上州、南は近畿と接する。南京上海を結ぶ鉄道の通るが、 北の洋州との間には、川幅の広い長江が横たわっているため、フェリーでの動岸か南京経由での移動が必要であったが、2005年に、順上げ長江高炉大橋が開通し、洋州までは30分程度の道のりとなった。かつては京口地、丹都などと呼ばれ、三国時代には、呉の孫権が一時、京口地に戸を置いた。 鎮光市は三市かつく、三県九市を管轄する。そ南業職鎮光線区チャンスー省鎮光線区、チャンスー省鎮光地区鎮光市長校と大運河の交差点に位置する鎮光は、歴史的に商品が集散する商業都市として発展した。市内には、小級経済技術開発区も設置され、2016年の国内生産総額は、 対前年比14.1%増の3833.34億人民元、一人、あたり生産増額は12万694元。対外輸出額は103.16億米ドルであった。ありがとうございます。